はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイです。サンガリアの、ストロングゼロ、違う、ストロングドライです。アルコール度数9%、着色料ゼロ、糖類ゼロ、プリン体ゼロ、サンガリア、サンサンサンガリアですね。原材料がウォッカと炭酸と酸味料と香料。です。これは賞味期限は大丈夫。なんか見た感じめちゃくちゃまずそうだけど。大丈夫。まあ値段、これいくら？ 100 円ぐらいじゃん。見た目めちゃくちゃまずそうやけど、大丈夫かな？乾杯。いや、そんなにまずくはないな。ほんのり、ライムとかレモンっぽい味するな。ほんのり、まあ、無果汁だろうけど、香料でごまかしてるんやと思うけど。いや、特にえぐみとかもないし、サントリーのストロングゼロとかに比べると、明らかに美味しいですね。に比べたらですけど、全然美味しい。いける。まあ。特に甘くもないし、ほんのりその、ちょっと酸っぱいっていうか、ライムとかの、酸っぱさがある。はい、今日のつまみはこちら、トマトです。トマトが3つで、200円ぐらいで売ってたんで買いました。これに、博多の塩をかけます。ちなみに博多の塩はですね、豆知識。博多の塩は実は、これ外国産です。外国産っていう言い方もあれだけど。ほとんど外国産ですね。外国から外国の海の塩から取ってます、これ。塩からっていうか、海の塩です、これ。びっくりでしょ？俺も最初びっくりしたな、これ。博多の塩だから、博多で取ってる、作ってる、その、博多の、その、で取れた、その、海水から使ってんのかなと思ったら。実はこれ、ここに書いてあるんだけど、メキシコまたはオーストラリアが93%、残りの7%が日本で取れた、海の水です。いただきます。やっぱ塩は博多の塩ですよ。塩の味比べとかしたことないけど。なんとなく。イメージって怖いね。まあ実際、
方の塩って。ちょっと値段高いんですよ、これ。気持ち、普通の塩よりかしょっぱくはない気がする。なんか気持ち、塩のしょっぱさが抑えられた塩みたいな。これから暑くなってくとやっぱこういうねトマトに塩かけて食べるのが夏野菜ですね。夏野菜っていうのは基本的に体温を下げる効果があるんで、まあ、スイカとかね、でもやっぱりこれ個人的には甘さ欲しいっすね。糖類、まあ甘味料が入ってないのは唯一の救いなんだけど、やっぱ甘さ欲しいな。糖類、コクなし、甘みに特になし、香りなし、まあ、うまいかまずいかでいくと、まあ、微妙です。大してうまくもない。1123です。ご視聴ありがとうございました。